大理石宮殿のファザード。夜景シーンはこちらを参照。大理石宮殿はロシア、サンクトペテルブルクにある宮殿。ロシアにおける最初の新古典主義建築の一つ。東急の東側、ネバ川に面し、マルスの広場の北に面している。大理石宮殿は女帝エカテリーナ2世の愛人であったグリゴリー・オルロフによって建てられた。設計は イタリア人建築家、アントニオリナルディの設計で、1768年に着工され1785年に完成した。大理石宮殿の名は、宮殿を華やかに飾り立てた数多くの大理石装飾による。フィンランド産の花崗岩やカレリア産のピンク色の大理石、白や青のウラル産の大理石などが使用され、宮殿装飾に使われた。 大理石は32種類にも及んだ。現在、大理石宮殿は、ロシア美術館の別館として使用されている。常設展示として、18から19世紀の、ロシアにおける、外国人芸術家の作品や、アンディ・ウォーホルなど、ポップアートを収集していたペーター・ルート・ビヒの、コレクションがある。世界遺産のサンクト・ペテルブルク歴史地区と、関連建造物群の構成の一つである。 世界遺産オンラインガイド、ありがとうございます。